社長の奥さんにアンケートを書いていただきました。何勝手にやってんだ。奈良の社長、いいパパ検定というものに答えていただきました。はい。ネットからいいパパの条件みたいなものを引っ張ってきまして、うん、で6項目あるんですけど、うん、それを答えてもらって最後に好きなことを書いてくださいみたいなのを合わせて7つ答えていただきまして、うん、社長にはそれを受け止めていただきたい。いいよ、だっていいパパだもん、しょうがない。じゃ自信ありってことですか。全然あるよ。今回全てこの1本の動画では収まらないので、うん、まあ、抜粋して、うん、まあ、1つ紹介したいなと。しっかり奥さんや子供の話を聞いているか、うん、どうですか。聞いてるよ、ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてるよ俺。奥さんからの答えがこちらです、うん、あまり聞いていない。子供にお父さん見てと言われて、うん見てるよ、かっこスマホ見てると嘘をつく。全然見てないじゃんとキレられている。私の話はほぼ聞いていない。さっき話したことを聞いてきたりする。はぁ、あ、これどうなんですか、心当たりは。あるあるあるよ、あるけど、そんなかな、俺めっちゃ聞いてっけどな、ちゃんと。いいパパ検定の得点、100点満点中、うん、55点です。あー、中途半端な、なんなのそれ、55点これ大学生だったら単位取れちゃうんです。じゃあ次の動画から、うん、細かく、あの、7項目全部出しますね。で、うん、質問いきますね。今、うん、感情的に怒ることなどはないか、うん、感情の浮き沈みは安定しているか。うん、全然怒んない。浮き沈みもない。沈むこともない。ないない。うん。奥さんからの回答こちらです。あまりないが、時々ある。例えば、オリンピックの野球が見たいのに、周りが騒いでいたり、こっちに来てと呼ばれたりすると、いつもは大丈夫なのに、超迷惑そうにする。ちょっと体調が悪いと、この世の終わりみたいな顔をして、やたらと、はぁ、ふぅ、とか言って、心配してほしいオーラを出してくる。体調が悪い時は、あからさまに落ちていく。これ言われてますよね、これ。言われてる。あの、体調悪い時、死ぬのかなって思う。これは直してください。あと何個あるの。これあと5個あります。これ心臓持つかな。これ奥さんに聞いた社長いいパパ検定パート3。ポジティブであるか。ポジティブ、これ自信あります。ポジティブ。じゃあ奥さんの回答です、うん、基本的にはポジティブだと思う。でも心配モードに入る時があって、私が子供を連れて電車に乗る時、子供にそのサンダルはエスカレーターに巻き込まれるかもしれないから絶対に端っこに立つなとか子供を脅している。プールに行く時も水は怖いからとか言ってた。だったら一緒に連れて行けよと少し思ってしまう。どういうことですかこれ。クロックスのサンダルが巻き込まれるっていう事件があって、エスカレーターの端っこにハラハラしちゃう。なるほど。やかましいタイプですかね、どっちかって。これはまあ比較的いい方だと思いますよ、でも。え？これで？はい。これで？奥さんに聞いた、社長いいパパ検定パート4。4問目は、時間や約束事を守っているか。そう。守るよ、俺は。めちゃめちゃ守る。守ってる。奥さんからの回答こちらです。うん、基本、豆なので守る。うん。私が忘れっぽいので、私の予定や忘れそうなことは伝えて覚えていてもらう。うん。私が何か忘れたりするとかなり嬉しそうにするのでイラッとする。これ最後の一文どういうことなんですかこれ。めちゃくちゃ性格悪いですよこれ。じゃあすごく忘れっぽいの、うちの奥さんがだんだん快感になってきて、なんか逆に忘れねえかなっていう俺がいる。とんでもねえな。これでも同様のクレームがこれ副社長からも入ってまして、もう副社長も、いや社長はあのスーパー記憶力がいいのはありがたいんだけど、うん、ついてこられると、うん、なんかちょっとイラっとくるって感じ。奥さんに聞いた社長いいパパ検定パート5。第5問、何も取り置いても継続力があるか。うん、あるある、継続力の塊です。 SNS の継続力見てくださいよ。なるほど。奥さんから言ったら、おい俺はあるだろうと言うけど、まず最初だけ。会社を始めた頃は早起きして掃除をしたり玄関も掃除をしたりしてた。この子のやる気はすごかった。俺が全部やるって感じで、やらないとなんか気持ち悪いんだよねとかまで言ってた。今はその頃のようにしているのかなと聞いてみてください。続いていることもある。プロテインを飲むとか仕事だけはちゃんとやってると思う、とのことです。社長これどういうことですか。これ僕社長掃除してるとこ見たことないんですけど。結
業して今住宅兼事務所なんだけど、はい、朝やってた。すごく継続力はあると思います、社長は、うん、でこの最初だけっていうのも上振れじゃないですか、うん、最低ラインはやってるけどその上振れがなくなってるってだけなんで、うん、いやこれ全然いいと思うんですけど、うん、やらないとなんか気持ち悪いってよねは後々自分苦しめる発言だと思いますね、これ言ってたかな。じゃあ社長は明日からも健康を成就していただくということで、気持ち悪いからね。そうです。奥さんに聞いた社長 E パパ検定パート6。第6問です。体調管理、自己管理ができているか。できてるよ。それは自信あるね。大丈夫ですかこれ。ああ。まあじゃあこれ奥さんの回答、ね。よし、うん。子供が何かの病気になるとすぐうつる。そして誰よりもひどくなって一番手がかかる。ポカリしか飲めない。うどんしか食べられない。鶏肉とネギで作ったうどんのみという。マジめんどくさい出ました、マジめんどくさい日頃言われてる、日頃言われてる、これ何なんですか、この鶏肉とネギの入ったうどんしか食べれないって。これ昔からポカリとうどんがあれば治る思ってて、それをうちの奥さんにも強要してるめんどくせえ。ああもうダメだ、これめちゃくちゃ反省してください。反省する、これ次最後です、終わろう。社長 E パパ検定最終回、じゃあ7番いっちゃいましょう。最後ね、最後の問題です。これがオッケー、パパに言いたいことを何でも書いてください。えフリー、フリーです。項目に当てはまらなくても書きたいことなんていっぱいあるじゃないですか、うん、ある。それをもう全部書いていただきました。はい、書いていただきましたところもこんな分量になってしまいました。それでは奥さんの回答です。はい、毎日お仕事頑張ってくれてありがとうございます、うん、頑張ってるのはいいんですが、うん、休みをもう少し作ってで体を休めてもらえると言ってみたい、うん、お仕事をいただいてるのできっちりやりたいのはわかるのですが、健康診断の結果も良くなかったし、やはり体が大事なので気をつけてほしいです、うん、好きなご飯だけ大量に食べるのはどうかと、うん、あと最近ちょっとやめてほしいことが一つ、うん、スマホ見すぎ、子供たちともう少し遊んであげてください、はい、仕事の時もあるのでダメやめてとも言いづらい、急じゃないことは子供が寝てからやってほしい、でも子供を寝かしつける前に寝るから無理か、子供の着替えの入っている場所そろそろ覚えてほしい、出かける前自分だけじゃなくて子供の持ち物の準備も手伝ってほしい、とのことです。刺さるね、これは刺さるな。これは SNS やってっからスマホ見るけど、まあそれはしょうがないね、言い訳だよな、こっちはな。いい企画でした。はい、いい企画でしたよ。心温まりました。それでは次回のいいパパ検定でお会いいたしましょう。次回も